大須価格調査隊です。大須3丁目にあります浅中商店からお伝えします。石川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、暑い日が続いていますけれども、果物への影響っていうのはいかがです？はい、そうですね、果物の影響、果物にとってはですね、梅雨が明けて先週土曜お日様のお照りがあると味が甘みが乗ってきて、フルーツにはいい状況になってきたかなと思いますが、まあ、農家の方たちは収穫にね、そうですね、ちょっと大変な思いされるんじゃないかななんて思います。本当に収穫は気をつけていただきたいんですが、果物自体は甘みが乗って今美味しいということで、そんな美味しいシャインマスカット、デラウェアの価格見ていきましょう。はい、こちらです。シャインマスカットは先週と比べて変わりなく、デラウェアは40円安くなっています。お盆が近いので価格高くなったかなと思ったんですが、そうでもないですね。そうなんですね、今年はですね、いつも毎年ですね、お盆に向けて1週間前というのは結構、一気にじわじわ上がるんですが、今年はちょっとね、若干ね、消費率が落ち着いているというのもあり、デラウェアに関しては今週からですね、ハウス栽培から露地栽培に変わったってこともあり、収穫入荷が増えてきたってこともありまして、若干だけ下がりましたね。はい、お盆でお供えをするっていう人がちょっと減ってきたということもあるんだそうです。そうですね。はい。そしてもう一つ、早くもこちら柿が初入荷なんですね。価格見てみますと、はい、780円ということで、この価格は例年と比べてどうなんでしょうか？そうですね、例年通りって感じなので、はい、物もいいし、今後がまたね、この暑い中秋の味覚が生えてきたから、まあ、いろいろまた種類も増えて楽しみかななんて思います ね。もう柿なのかという印象ですけれども、はい、この柿は露地ではないんですよね？そうなんです、ハウスで作られた柿で、味もとってもいいですし、はい、価格としてはこの先どうなりそうですか？そうですね、じわじわ下がってきます。お盆過ぎるとまた一段階下がると思います。わかりました。以上、大須価格調査隊でした。